クンストハル美術館とは、オランダのロッテルダムにある美術館。ロッテルダムの中心地にあるミュージアム公園内に1992年10月16日に建設された企画専用の美術館であるため、収蔵美術品は例。年間に25回企画展が開催されており、古典アートから実験的な現代アート、写真やデザインなど様々な展覧会を開催している。 2012年10月16日午前3時頃に放送地が作動し、約5分後に警察が到着したが、犯人はすでに逃亡していた。非常口から侵入してきた犯人たちは、絵画を切り取り、悠々と姿を消した。わずか90秒足らずの犯行であった。盗まれた美術品は、ピカソやゴーギャン、モネなど、絵画7点。被害額は、 最大2億ユーロに上ると予想された。盗まれた絵画はすべて、オランダの大富豪、ビラム・コルジアが設立した、トリトン財団の所有で、クンスト・ハル美術館の開設20周年を記念して、同財団が持つ150点余りのコレクションを展示していた。2013年1月、ルーマニアで、同国人の容疑者3人を逮捕。 捜査当局によると、盗まれた作品は、主犯格とされる男の母親が、証拠隠滅のために、自宅のかまどで全て燃やしたと話しているという。今年1月に、息子が逮捕された直後、恐ろしくなり、作品を、田舎の配管や墓地などに埋めたが、2月に、これを再び掘り出し、燃やした、作品の入ったスーツケースを、自宅のかまどに入れた。焚き木と室内履き、 ゴム靴もかまどに入れ完全に燃え尽きるのを待ったと供述しているという。灰の鑑定結果は数ヶ月後にわかる模様。被害総額は1億ユーロとされる。盗まれた作品7点。ありがとうございます。